今日はね、わらびを取りに来てるんだけども、まあ、わらびの場所の見つけ方はさ、ここにあるんだけど、この枯れたやつ、ね、映ってるかな、見やすいかな、見づらいかな。これがね、わらびのね、去年のわらびの成長したやつ、葉っぱが枯れたやつなんで、これがあるところには、大体わらびが生えるっていうことで、まあ、この辺見て歩けばわかるんだけども、カマキリの卵あった。カマキリの卵。これもさ、わらびのね、葉っぱがね、それの日陰だな。これもわらびの葉っぱだ。だからここはね、まだちょっと早いけれども、わらび出てくるね、ここね。うん。ここはわらびのポイントになるわけだ。取るときに。お、あった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 。よいしょ。今、寝そべってたから。これがわらびだよ、わらび。ね、ちょうどこれです。この、ね、料理人の人に聞いたのは、この頭がね、曲がってるのが最高に美味しいと。最高級のわらびだってさ。まだちっちゃいんだけどさ。隣にもあるし。で、ここにもあるし、奥にも、あっちにもあるんだ。カメラで見えてるかわかんないけど、おお、こっちにもある。よいしょ。これね。で、あと、あっちの方にもあるんだ。いっぱいあるな。寝そべると。うん。そうそう。で、これさ、まあ、取っていけば取っていけば出てくるんだけども、だんだんと、夏になってくると、葉っぱになってくるわけだ。この先っぽが開いてさ、近くにあるかな。ちょっと近くにあるの見に行くか。ちょっと待って、歩くはんで。よいしょ。ここの辺にもあるな。うん、あった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 。だんだん成長するとこういう風に伸びてきて葉っぱがね開いてくるんだけど、そうすると食べれなくなるわけさ、ね、だけども下からね草で草刈り機とかで刈り払い機で刈ってしまえばまた出てくるのよ。その繰り返しで、まあ、大体青森の場合、まあ、8月ねぶたの前ぐらいまではそうやって収穫できるのさ。何回も取れるの。ただそれを秋までずっとやってると、わらびって根っこで増えていくから、その根っこに光合成で栄養を蓄える期間がなくなっちゃうから、だいたいねぶたの頃8月までやりましょうっていう感じなの。それ以降は伸ばして光合成させて根っこを越えさせて次の年に取れるようにしましょうっていう感じで、やってます。だからだいたい俺もこの辺はね、その辺もわらびがいっぱい生えてるんだけども、草刈りして、この畑、こう私が借りた畑なんで、周り草刈りして、取って食べてっていうのを繰り返してやってみようかなって思ってるのね。で、今日はこのわらびたちをね、今これからいっぱいあるから、まあね、いっぱい取って帰ってアク抜きの方法をねご紹介したいなと思って動画撮ってるのね。で、それも大体みんなね重曹でやっちゃうんだけども、重曹よりも美味しいやり方あるんで、せっかくだからそれをねご紹介したいなと思ってますんで、まあ、これから取って家に帰って、アク抜きの紹介しようと思います。わらびを取ってきたの。これね、だいたい全体の10分の1この量で、あとは他の人にちょっとあげたりして、今回我が家で食べるのは根気っていう感じにしときました。で、早速作業入っていくんだけども、まず第一段階としてはこの先っぽのこのなんつうんだろう、これが葉っぱになって展開していくやつなんだけど、ここを取っておく。で、下の方、硬いところあれば、手で折れる範囲でいいから折って、取っておく。これも、こう取って、ここはポキッと折れた。これをちぎって、ね、ほら、ここ折れなかったでしょ。これ硬いのさ。だからその上を折って、ちょっと硬いなってたらまた折って、ね、長いやつは大体、ね、この長いやつとかは、下硬いことが多いんで、丁寧にね、ほら、また折れない。ね、もうちょっと、このくらいかな。っていう感じで、この辺はまあちょっと経験いるかもわかんないけども、下ひたすらこうやって、まあ何も難しい作業じゃないよ。ただ、食べられないところを取っていくと。ほら、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 この潰れただけで、ね、こんな感じ。で、ちょっと広がってでも食えるんで、大丈夫、美味しい美味しい。まあ、売り物とかお客さんに出すってのはちょっとあれかもしんないけどもさ、ね、売り物にするんだらちょっとダメだけど、やっぱこのくらいのさ丸まった感じが一番ね見栄えがいいんで、こういうのを売ったりするんだけどもね、我が家では別に開いた、もっともっと開いたさやつでも食ったりしてるから大丈夫です。うん、でひたすらこれを繰り返していくということです。で、これやり終わったんだけども、長いやつはこうやってちょっと曲げてね、縁を沿わせるように丸めて入れておくと、まあ、こんな感じでいいよ。
で今回大事なのが重曹じゃなくて木灰、木の灰、燃やした灰でやります。よく重曹でやるのがまあオーソドックスなんだけれども、まあ、あの俺は子供の時からね父親と母親が山菜採りやってて、この木灰を使ったやり方でずっとやってたのさ。これね、これ道の駅で買ってきたんだけども、見える見えるね、うん、でやってたんだけども、静岡に行った時わらびがあったから取って重曹でやってみたのさ。食べれたんだけども、なんか味わいがね物足りないなって思って、木灰をなんとか手に入れてやってみたら、やっぱ木灰の方が美味しかったから、木灰おすすめです。本当に重曹ない時は重曹で仕方ないんだけれども、もし木灰が手に入るならネットでも買えるから、今ね、まあ、結構するんだけどもね、これがねこの当時の値段で、まあ、ちょっと住所とか書いてるぐらいだけども、当時の値段で津軽の道の駅で100円で売ってました。もう少し入ってたけどね、道の駅で売ってることもあるんで、もしあれば買ってみてほしいなと。でどうしても手に入らないって場合は、ネットでも購入できるんで、やってみてほしいなと思います。これが一番美味しいです、わらびのアク抜きは。で、だいたいいつも適当です。まあ多めに2つこのくらいかなっていう感じで、お湯なんだけれども、さあちょっとね、今沸かしちゃったから、熱い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 ね、沸かしてしまったからちょこっと置いて冷ましますね。熱すぎるとわらびが溶けてしまうのさ。まあその溶けたのが好きっていう人もいるから、それはそれでいいのね。で俺はちょこっと食感がね、ちょっとシャキっていうのとトロっていうのが両方合わさったような味が好きなんで、ちょこっと冷まして、まあ大体沸騰の寸前の80度から90度ぐらいあればいいと思うんで、まあ大体今そのくらいかなっていう感じなんで、だから沸騰する直前80度90度、そのくらいをめがけて、もし沸騰しちゃったなら差し水したりして、ちょっと置いてから待ったりしてお湯を入れると。ちょっと熱かったかもな今回。おお、溢れてくる。もうとろとろけたのも美味しいからね、それはそれでありだ。この状態で落とし蓋でもして一晩、まあ大体8時間とかだけども、うちは一晩以上置いてるね、10時間とか12時間とか置いておいて、そしたらこのアクを入った、灰の入ったよいしょ、汁を捨てて真水に変えて洗ってね、つけておいてください。そうすれば持つんで。で保存する場合、ちょっと長めに保存する場合は、きれいな水、水道水で綺麗な水に入れて袋を縛って冷蔵庫に入れておけば結構持つんで、やってみてください。で一番美味しい食べ方は、アクが抜けた後美味しい食べ方は、わさびとめんつゆを溶かしてそれにつけておくっていうか、あえて食べるのが俺はすごく大好き、ね、わさびとめんつゆ、これ本当に最高なんで、やってみてほしいなと思います。だから本当に美味しいのが、美味しいのは本当にこの木灰を使ってやってほしいなっていうお話。だいたいわらびのアク抜きっていうのは、だいたいネット調べればね、本でもいっぱい出てくるんですぐわかると思う。ただその重曹じゃなくて、木灰、どっちもアルカリ性のものだから、アルカリ性のものであればあれアクは抜けると思うんで、だけども、例えば別のアルカリ性食品とかじゃなくて、重曹か木灰、一番のおすすめはこの木灰が一番おすすめなんで、ぜひ手に入る人はやってみてほしいなと思います。でこのね、取った後の食べれないところ、あ、食べれるやつ入ってたじゃん、ね、食べれないところの綿とか硬いところの部分は畑の通路に置いて土に戻して、火落として土に戻してしまおうっていうのがうちのスタイルなんで、取ってきて、食べて、わらびを食べて、その残ったものは畑に戻して土作りをして野菜を取って食べるっていう風なライフスタイルをやってるんで、まあ、もしね、山菜取るのが好きだって人いたら、山菜のゴミは、ね、燃えるゴミに出すんじゃなくて、畑が持ってるんであれば畑に入れる、ね、プランターがで野菜やってるんだったらその根元に置いておくっていうことをすれば、さらに一石二鳥でね、山菜も楽しめて野菜も楽しめるっていうことになるんで、まあ、それがおすすめかなと思います。とにかく、ね、今回わらびのアク抜きだったんだけども、この重曹じゃなくて
木灰使ってやってみてほしいなと思います。